はい、こんばんは。北野陸です。北野です。アツヤです。ミスです。ツッコツッコミイン飛びた新地です。パーパラパーパラパーパンパンパパパパーパパパパパーパパパパパー。静かにしてください。はい、ということで、はい、今回今宵は、はい、飛びた新地、はい、今日はセックスの日ですか。今日セックスの日です。ありがとうございます。ご褒美や、ご褒美や。と言いたいところなんですけども、今現在時刻深夜3時を回っておりますので、どこの店も開いておりません。出たい。残念でした。ファック。出たい。はい、正直何倍だっけ。2000円。服きたね。はい、じゃあ始め、一発目のツッコミ窓。いや、心の声出すぎやねん。なるほど。まあまあ、ここは出やすそうやで。そうやで。ええですよね。出やすそうです。皆さん、一応聞いとくんですけど、はい、飛びた新地で遊んだことはあるんですかね。ないっす。ないです。ないです。あ、みんな未経験ね。マジでない、はい。風評被害になるかもしらんねんけど、うん、その飛びた新地の人は、すごいなんか、接客みたいなのが悪いらしい。おー、サービスがちょっと、そうそうそう、なんかその俺の地元の友達がなんかその飛び出し地に行って初めてな、うん、で、うわ、めっちゃテンション上がってめっちゃ可愛いから、うん、触ろうとしたやん、うん、何触ってるもんね。え、言われたらしい。触らんといてみたいな。言われたらしい。でもうなんかもうこっちがやるからみたいな、自分からは触ってこんといてみたいな言われて、もう行かへんって言ってたけど、逆にまあそれは人によるかもしれない。いや、それは俺間違いなく人によると思うな。まあでも抜いてくれるならいいけどな。心の声出すぎやぞ。でっかい興奮するよな。心の声出すぎやぞ。あれ映していいんかな。あれ絶対カメラ来る。両手やからここなんか分からんけど武装そうやな。お前、心の声出すぎやん。ここ、不装いで。心の声出すぎやん。言うなよ。飛び出しんちゅう、ほんまに綺麗な人多い。いや、ほんまに、ね、なんか観光目的とかだと、その、空いてるんよ、扉が。そうそうそう。この、こういうね。そうそう。うん、そこに女の子と、おばちゃんが立ってるわけや。そう。座ってるわけ。そうそう。呼び込みしながら、おっぱいとか常に見れるわけない。うん、まあ、だから、まあ、一応来てるのは来てるけども、みたいな。そう。うん、お兄ちゃん。あ。兄ちゃんも決めてってこういうね、今日入った新入り決めてって強引やもんな。最後やでーってな。怖いねあれ。でもミッとより戻したいわ。お前心の声ですぎ。元カノとより戻したいやわ。あれへん。どこでそれ全然関係ないちゃんとピー入れなあ。それは入れろや。元カノとでええやないかも。じゃあ続いてのツッコミワード、お前情緒安定しすぎやろ。え、やばない。え、どうなんやろ。わからん。まあ、やろう。めっちゃ考えてる時の顔してる。これめっちゃ考えてる時の顔。あ、そういや俺昨日40万落としたわ。お前情緒安定しすぎやろ。40いった。うん、底辺 YouTuber が。そう、あのバイト終わりに、うん、そういう40万下ろして、何で下ろしたの。そのまま何使うねん。そのまま落としたわ。お前なんかが40万、うん、平気で。平気で。なんでこれ今日これ、うん、情緒安定しすぎやろ。落としてる。だから来月の20日まであと200円やな、うん、200円使えるねん。その200円は今日使うから。使う、ね、飲み物で。あ、何も残れへんやん。一本買ったろ。え、ちょっと安定しすぎやろ。なんで余裕あるの。すごいってこいつ。ここで昔あれやね。え？三箇所刺されてん。あ、そうなの。この道で。ここで。そうそうそう。だから、なんかでも楽しみやったな。ちょっと安定しすぎやろ。一個で刺されたんやろ。景色はいいよやっぱり。うん、なんで楽しみやん。ちょっと早いな。そうやね。そうそうそう。なんかもうあれやな。ボケ出そう出そう思って早歩きなんだよな。ああ、多分せえと思う。うわ、絶対あると思う。そうなんだよ、ね、無意識なんてやな、そこ。その頭で考えてる時って、うん、もうこっちの歩くペースが考えられへんから。恥ずかしい。初も普通ので言ってんねや。
恥ずかしい、うん、こんだけちょっとお詫びに一発ギャグしようかな。ちょ安定しすぎやせやろ。ちょっと待って静かめで、うん、せやろ。肘切って食べたら美味しい。行こうよ。ちょっと安定しすぎ。お鬼のように滑ってますよ。あ、いえいえ。お兄さん、行こうよ。お兄さん、死ぬほど滑ってますよ。滑るって何？情緒安定しすぎよ。行こうよ。なんでそんな堂々としてられるの？いいんだよ。行こうよ。いや、くっそみたいな一発ギャグ出たな。過去の思い出はいつでも鮮明。証明。いい思い出になるといいよね。いや、それ誰がわかんない。大学生が作った真剣ラップ高校生の文化祭じゃない。過去の思い出はいつでも鮮明。ヒップホップ自体が俺たちの本命。忘れないものになるといいよね。なるといいよね。死ぬほど恥ずかしいスペースラップってまとめのやつやられた今落ちて落ちたまんま。はい、続いてのツッコミワード。はい、お嬢様か。お嬢様か。はい。どっちのな。まあどっち言ってもいいよ。含みながらみたいな。うん。お嬢って言うからね。あの風俗嬢のことはお嬢。ああ、そうなんや。ちょっとイソジン持ってないですか。イソジン。イソジン持ってないですか。うがいの。今日忘れたんですよ。いつもうがいしてるん。イソジンで。イソジンで。えらいな。出勤終わりなんで。お嬢か。お嬢かお前。欲しかったんですけど。出勤終わり磯地のお嬢しかおらんがん。筋トレとかもなんか。これミニプロ系。リレーとかもそうじゃん。ああ違う、ね。観客おらんかったあんなもん。なあ。全然頑張らん。いや確かに。なる？え？切れた？え？え？え？ちょっとすいません今ちょっと今お嬢様それさっき手振ってたお嬢様お嬢様かお前。状況説明してもらえますか。ね防風マイクですか。撮るはこっちでめちゃピースしときます、ちょっと説明してもらっていいですか。ね、ですね、ここにこうファッっていうあのやつがついとったんですけど、マイクがね気がついたら、なかったんですよ。マジでおかしい。チャナが持ってた時からなかった可能性もあるし。そうそう、これでもこうやってたやん。うん、で、あかんよ。結局見つからんかったからな。見つからなかったですね。うん。はい、ということで。30秒や。続いてのツッコミワード。はい。グラセフか。グラセフかお前。こらチャリンコ盗もうとすな。無理やったな。無理に決まってるやん。ゲームやったグラセフなんそれそれグラセフなんそんなとこねえよ。あんないじる機能ついてねえよ。あれどうする戦車呼ぶグラセフか何新選手呼ぶねん。お前それ星4つくでお前だいぶバレんだよお前警察に。 LR 右下上下やなグラセフのコマンドしな続いてのツッコミワード。いや今カメラ回ってんねん迷いそうやな。俺コンビニ行ってくるわ。いや今カメラ回ってんねん撮影中。撮影中よ。あやってた。その部屋の時に言う感じで言うのやめろ。言ってよ。プライベートちゃう。代わりついてるよ。やっとくか。いや今カメラ回ってんねん。いつも俺らがカメラ回る前にするやつやってあげて。やんの？やんの？俺なしでやってあげて。これのせーの。プープーキータルー。オッケー！なんでな？なんでこのエンジンでそんなギア入るんし。頑張って匂ったらもうのには匂うんちゃう。めっちゃ頑張ったらやで。だって女の人が
出したりしてんのよ、めっちゃ匂ったり、あつやの胃鼻とかやったらもうギリッギリ、いやいや、カメラ回ってんねよ。お前の普段の普段言わんわ、普段言わんわ。カメラ回ってるから頑張ってんねや、お前ピーピーピーみたいなモザイクがマジいっぱい言ってたね。いける、大体なんか臭いもん匂った時ブーって言うやん。マジのやつやめろ、マジのやつ言うな、お前僕にブーもしやんくせんねん。カメラ回ってんねん、お前外さな、電気消えへんみたいな。一角だけすよ、すごい京都やん、すごい。ちょっと一休みしていく、微妙に。なんか飲み物買って、微妙に濡れてるんだけど、うわ、嫌やな。多少しようこら、カメラ回ってんぞ、おいおいお前ら。うわ、いいのある？いや、全然ない。お茶でええやん、こんなもんは。ミルクセーキ、喉渇くで。なんか昔っぽいジュースな、うん、こういうのもちゃんとやってんかな、こういうところから、うん、だっていちごミルクなんてあんまないで。ゴクゴクオレンジ行く？いいんちゃう、飲みだい、ゴクゴクオレンジ。俺オレンジジュース買った初めてや。今カメラ回ってんで。え？お前のごくごくオレンジジュース飲むの初めてやとか、うん、クリス飲むとかいらんのよ。ま、うん、見てほら、何色オレンジちゃうで、黄色やで。今カメラ回ってんで。なんで？お前おもろいことしか言ったらあかんねんで今。見てこれ。何何？高校時の自販機だったよな。いや、だった。な、学生が懐かしい。いや、うまいんかい。これ熱いやつこう振ったらめっちゃあったかなる。熱なるわ。今カメラ回ってんねん。おもんない話すんなよ。え、この編集誰やったっけ、誰がすんねんやったっけ。俺、うん。編集の話とか出すなって。結構まあ12時間ぐらいかかるな、これは。うん。やろ、そんなもん。きついな。2時間で終わらせる。あ、でもな、見てくれる人おるからな。うん。マジでカメラ回ってなくても言わんやろ、そんな。ファンに対してなんか。大好きやで。何も言わんやろ。ファン大好き。嘘つくな。これカメラ回ってへんよな。カメラ回ってんねん。ずっと。タリー見て。嘘やん。ついてるでしょ。見えへんよ。ゴミ落ちてた。カメラ回ってへんで。カメラ回ってへんの。カメラ回ってんの。じゃあええよ。こら。こら。はい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 。はい、続いてのツッコミワード。四重張ってみたいに言わんでん。やらしいやつちゃん。やらしいやつです。これ。まあ四十八って俺でも一個も知らん。いやでも正それはないよ。正常位とかっていうのがもうほんま一手目二手目。ちょっとマイナーで有名なので言えば駅弁とか。駅弁とか。もう正式名称。一回ちょっと駅弁だけやってくれへん。ここで。君はや、あんますぐなんで出てんねん。なんでちょっと恥ずかしそうにした。自分から出てきといて。せめてお前やってって言われてそれやったらわかるわ。キャッポイズってな。いろんな、これなんていうのか。あ、紫にせ。そう。これでゆかりって思う。え？ほんまや。そう。いっぱいある。なんか下見ずに当てたいな。このこれいこうか。えのき。これ、これ、えのき。キーだけで言ってるやん。下見てる。マジで無理。これだけやな。絶対無理。胴回しとかから。四十八手目か。四十八手みたいに言わんでええねん。ちゃうか。え、絶対そう。駅ぐり返し。四十八手みたいに言わんでええねん。逃げろ逃げろ。でも俺犬来てもうんわわわわで、でっかい犬来ても正常位するわ。いや四十八って初手初手やな。犬にすんなよ。そこはでもお前満開ゾラしやらなかった。いやお前四十八ってみたいに言わんで。絶対やで。それは四十八って入ってるやろ。使えるから。どんな技や。気持ちよさそうやわ。
心の声漏れてんやお前。続いてのツッコミは深海魚みたいな顔すな。ね、顔すな。なんかちゃな、このバケツの中ちょっと見てくれ、何があるか。なんかあるんじゃん。なんやろ、なんやろと思って普通に。何もなかったで。何もなかった。深海魚みたいな顔すな。魚強め。めっちゃ吸ってる。ちょ、クリス、そこ、なんか、なんか、俺、その、いや、ちょ、その、家の、間のとこ、なんか。怖い。何大丈夫閉じいや、深海魚みたいな顔すな。震えて、ボックボクやん。はい、続いてのツッコミある。TikTok のあいつか。なるほど。多分な、俺な、うん、飛び出しんち来たことないねんけど、うん、あの遊びにな、うん、行ったことないねんけど、多分俺やったら無料なるんちゃうかな。だって俺かっこいいもん。TikTok のあいつか。全然かっこよくないけど。この角度で撮ってみたものの。うん、だって俺かっこいいもん。全然かっこいい。名前どこ行った。よるよな。俺でも最近はちょっと見るようにしてるから TikTok は。ほんま？うん。何見ろ。いやもうおすすめ。どういう系統を見ろ。もうおすすめしか見ない。もう黙れ。もう黙れ。あれやろ、あれやろ。TikTok 1000人前後のやつ、私が出したら質問いっぱい返ってきます。もう黙れ。男女4人で、あの夜景行くやつ、もう落としようね。ってやつやつ。TikTok のあいつか。うん、あの男女4人で、うん、夜景行くやつ、うん、落としようね。もう黙れ。TikTok のあいつか。あいつ唇の乾きぐらいどうにかする。うわー、しらか。あいつやんな、あいつジュンヤの弟やんな、うん、あいつ。TikTok のあいつか。あいつやお母さんとか出てくるやつ。ほら、あいつポーズのベッドの上やったやな。はい、続いてのツッコミワード。おー、山賊か。そろそろロマンチスト変えたぶり男。山賊か、山賊か。いやー、海嫌いやな。待てよお前。何ですか。10歩前なんて言ってた。そろそろいいボケ出そうか言うて。リミッター解除やな。で今ツッコミワード山賊か、はい、どうぞ。いやー、海嫌いやな。いや視聴者甘く見ちゃいかんよ。あ、ほんまに。そりゃじゃ笑わんで。茶の間爆笑じゃない。茶の間爆笑じゃないよ。ほんまか。お姉ちゃんダダンで弟ヒグマやわ。お前山賊か。なあ、そうやね。お前なんやねん。山賊や。山賊か。名前聞いてんねん。メジャーな。あれ海賊か。うん、確かに。ちゃうで。ポジションやね、俺の。大事やから。決まった、チンポジ。決まった。いい感じ。いい感じ。いけそう。いけそう。よし。ソロだよ。だけ。クリスさんがボケるぞ。なめて。ツッコミは山賊か。果たして。女どこ。女酒どこ。出ない。そんなに甘くはない。引退宣言。
引退です。クリスさん。お疲れした。止めろ、うん。ちょっとは止めろ。君、来週から来なくていいよ。うわ。な。うん、おい。青い。わかりますか。イライラしてきた。イライラしてきた。イライラすな。あ、イライラしてきた。してきた。山小屋を襲う。うん。行く？もう行く？やばい。じゃあ俺ずっとな、もうルフィのさ、ルフィさらった山賊おるやん。ヒグマや。出てきてんよ。何言っていいか分からへんかった。マジの悩み。ここに来て。マジの悩み。はい。明日新しい斧買いに行く。じゃあ、せやな。はい、いいエンディングということでね、最後もうええわ。はい、あと1分しかないです。はい、充電。いいいつもだね。うん、今日は一番長かったんちゃうかな。確かに、うん、長いの。もうええわ。だいぶかかったな、それ青なって言いでるわ。なんか閉まってる感じがまたいいよな。またな、空いてる。めっちゃ楽しかったよ、でも。うん、まあ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 。もういいよ。やっぱ一番好きな企画やな、と俺は。楽しい。楽しい。飽きひんな、これ。だから、もっと面白いって言ってほしい。みんなには。もうええわ。コメントとかで。そうやな。もうええわ。